おはようございます。坂取町のひな祭りでございます。ナンバーワンからね、吉友さんから回ってみましょう。51箇所が多いかな、今回は。これね、はい、ナンバー1番です。昭和35年。いや、昭和やね。昭和の飾りは豪華でございます。はい、ありがとうございます。ここ神社があるんだけどね。これ神社169号線かね、これ。169号線をまたいで神社があるんだよね。ちょっと行っとられんから。はい、失礼します。もう梅が咲いてるね。はい、道のところどころにもね、盛り上げるためにね、おひなさんが、大きなおひなさんが祀ってあります。どうなんだろうね、江戸時代の雰囲気かね。これはまだ残ってませんけどね、ずいぶんね、空き地が増えてまして、これが湯川家住宅。おお、いいね。すみません、撮らせてもらいましたけど。はい、ありがとうございます。小入さんでございます。ちょっと見てみましょうか。小入さん。おお、綺麗なお寺さんでございます。なんだろう、この建物なんだろうね。あら、弘法大師ですか。違うかな、新岩さんがね。おお、綺麗な花が飾ってくれてる。2番展示場。おお、興味なでございましたか。これ古そうやね、江戸時代ぐらいかね。はい、ありがとうございます。綺麗にね、着物も飾ってくれてあんねや。はい、ありがとうございます。3枚ナンバー3番、お稲様天日よ。うわー、いっぱい飾ってくれてあんねや。昭和のしかわしのあんまり見られへんからさ。これは何になりまんのか。これただの飾り。そうですね、え、まあ、割と一緒にお人形さんも飾られはりますから。ああ、そうなんですか。これはだから ひな人形ちゅうわけじゃないな。ではないですけどね。これでまだ300メーターぐらいで来てへんの。3、400メーターだ。あとまだ1キロあるのかね。大変。これ左行ったとこあるんか。はい、わかりました。今年は柵を作ってくれてね。これ11番かね。11番。11番。ワンちゃんが。これで見ても分からへんからね、困ったもんやね。何も帰ってないな。こっちなんかも昔あったんだけどね。ここやほら、松井不動産10番、展示場10番、引く、引かれん。おそ、あ、閉まってるか。残念、閉まってました。皆さん展示中。
失礼いたします。はい、皆さん見せてください。はい、あ、どうぞ見てください。はい、ありがとう。はい、これは何年ぐらいの島さん、ひなさんですか。はい、いつぐらいですかこれ。あ、こちらね、昭和29年に主人の姉が生まれた年にね、祖父が買ってくれたひな人形になってます。はい、だから70年ぐらい前、ね、71年前やね。おひな様ですね。うん、こんな珍しいな。そうですか。これ陶器？はい、あ、陶器じゃないんだ。陶器ではないです、ね。見た感じふっくらしたから陶器見て。そうですか。いや、びっくりした。あ、ありがとうございます。いや、いいね。皆さんにね褒めていただいております。いや、いっぱい見るからさ。あ、そうですか。で、もう10年ほど前からだいぶ来たんだけど。あ、そうなんですか。このお家で10年ぐらい前からやってあったんやね。こと多いんですけどね。車でね、行く人が結構多いんでね。いや、奥に止めて下から今日歩いたんだけど、ずいぶんありますね。もうちょっと、もうちょっとコンパクトにしてくれたらね、見る方が単なかなかね、50件全部見よう思ったら結構歩かんと、ポツポツポツって空いてるところとかはね、あるんでね。まあ、今回でもうね、最終回なんで。今169号線やったかね、わざとるんやけど。これが坪坂山駅。ひなはどこあんのやろ、ひな。ひな様は。あれ、ひな祭りさんはどこあるんですか。きれいきれい。あ、ここがね、これの前だね。すまへん。あ、ごめんなさい。観光薬の町、高取町。乳麺、コーヒー乳麺ってね。はいはい、わかりました。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。これやっぱり左がピンクで右がブルーかな。決まってるのかね。はい、12番でございます。見せてもらいましょうかね。はい、ありがとうございます。失礼します。江戸の変わり身な。もうこれもいいね。ここええやん。江戸情緒の変わり身が全然ないわ。江戸城まで作ってあるの、ほら。ほら、すごいやん。これジャンボひなね。これ大名行列ってやつ。もうこれいいね。これいいよ。これ全部作ってあるわ。これやっぱ迫力あるからね。これなんで作ってはんねやろ。あ、ちゃんと生地で作ってはんだ。奈良一丁張り製作。おー、なるほど。こんなしか見たことないけどね。こんな見たことないわ。大変や、奈良ね。直しとくのも大変や、場所が。ほぼや、大名行列。大名行列だ。大名行列はひなさんに入るのかね、これ。ひなさんに。日本橋が、はい、はい、ありがとうございました。お兄さん、長いことやってはんの。もう10年です。でも今回で終わり。やりました。実行委員会からね、はい、出してくれて、一応卸なんですよ、下着の軍勢の。軍勢の卸してはんの。はい、で、本当は小売りしないんですけどね。うん、小売店ですからね、買いに来るのはね。小売店が買いに来て、ここでやってらっしゃるの。これいくら。いや、ここは商品に置いてあるだけ。で、どこで住所やってやるの。どこで。いざなんこと聞いてすんまへん。はい、それが。こんな道歩いてきたんだろうかね。と。まだ曲がるかのまでまだ見えへんがね。と。遠いね、14番。
14番をお雛様展示中、もう一発展示してくれたりやんか。昭和34年。昭和はこんな感じやったな、昭和な。昭和。はい、ありがとうございます。昭和の感じがよく出てました。ここだ。ここは前、寄ったことあるな。あの、壺があるとこだ。16番、展示中。はい、寄ってみましょう。失礼します。すごい壺だ。失礼します。これは室町時代かね。いつぐらいの時代だろうね。すごい古いね。並びな。江戸時代だったかね。こっちから出てたかね。すんまへん。ここは出ていきますね。はい、失礼しました。16番でございました。